かっこいいでしょ。あ、歌もすごい良かったです。良かったでしょ、はい、うん、いや、監督、はい、新作公開おめでとうございます。それでちょっといくつか伺いたいんですけれども、はい、今回の映画の見どころというと主にどういったところになりますでしょうか。はい、見どころはですね、3つに要約してます。1つはピンク映画史上初の本格的歌謡映画、1人の女優が映画の中で4曲もライブシーンで歌う、ピンク映画史上かつてない、それを今回、実現させたかったと、でしたと、まあ一つ大目的がありまして、それはできました。それからもう一つが、マレーネ・デイトリヒをやりたかったと、マイコで佐々木舞子さんで、先ほども舞台で言いましたけど、デイトリヒがある映画で涙を、その時はこうやって弾き飛ばしたんですね、うん、人差し指でポーンと。でそれをやれようかなと思ったけど、どうもいろいろライティングとかいろんな関係でうまくいかないんで、うん、まあこういうことでもいいんじゃないっていうで実際はこういう舞妓バージョンをこれにしましたけど、デートリヒの名言をパクったと。しかもあのシーンは非常に素晴らしいシーンになってるなと思うし、これがやりました。もう一つが、はい、まあ、先ほども言いましたけど、もうあんまり感情過多なベタベタな親子を感動ドラマにはしたくなかったと、うん、あっさりとクールに、流れることくいきたいなと、それがまあやれたんじゃないかなと、うん、まあ、ね、この3つですね、やりたかったこと。そうするとやはりその3つっていうのはもう全てご苦労なすった部分っていうことになるんですかね。一番苦労したのがですね、ライブハウス探し、ライブハウスが生命線の映画なんで、まあ、貸してくれるところはそれなりにあるんですけど、どこもやっぱり狭いんですね、ライブハウスは。あ、ですから、まあ、ロフト A のように詰めれば、まあそこぎゅうぎゅう詰めにすると100人ぐらいは入れちゃうんですね。だそれぐらいのスペースがあって、まあ、そこにエキストラ20人ぐらい呼べば、まあまあいっぱいに見れるかなみたいな。まあ、実際エキストラの方は30何人かな、あ、そんなに、40人弱ぐらい来ていただいて、一番多い時間帯では、非常にありがたかったんですけど、ライブハウス探しが大変でしたね。それとあと撮影の条件ですね、どこも夜夕方から深夜にかけてが営業なんで、撮影我々3日間で映画撮ってるんで、1日が非常にまあ貴重なわけで、で全体の台本の中でも半分近く、3分、5分の2ぐらいがライブハウス関係のシーンだったので、1日かけても取りきれないだろうぐらい量がありまして、となるともう最悪でも18時間ぐらいは貸してくれるところじゃないと無理だなと、はいはい、そうしたところロフトウェイさんの方が、20時間よろしいと言ってくださいまして、まあ、そのうちの2時間は客まだいるんで、外、表回りを動かしてくださいと。ですから我々夜の10時に集合して、ロフトへの、まあ、看板取ったり表の芝居取ったりして、うん、で12時に完全にお客さんがいなくなった段階で撮影隊とエキストラの役者全員入りまして、うん、そこから準備を始めて、それから深夜の0時から翌日の夕方4時まで、ノンストップでやり尽くしましたね。もうずっと地下にいるから明るくなったのなんだの全然分かんなくてずっと夜みたいな。それでもガンガンにもう撮ること、やっぱり僕は今後悔してるとしたら、まあいつもの場合もあるんですけど、やっぱり次から次に撮っていかなくちゃいけないということで、やっぱり現場のひらめきとか、現場でなんかちょっと、これ違うかなと、自分のプランと違う、役者の芝居もちょっと違う、ちょっと考える間がないという辛さが今回の、もうとにかく撮っていかないと、もう流れが作れないという、最悪でも絵は撮っとかないと、それが良かろうが悪かろうが、だからそういう現場のひらめきとか、ちょっとした考えたいなという隙間がなかったっていうのが、
今回非常に、まあ、いつもなんですけど特にライブハウスのシーンは辛かったですね、そういうの。なるほどね。もうちょっとあと2時間でも時間があればもう少し丁寧にやれたのになとか、まあいつも思うことなんですけど特に今回は辛かったというか心残りが、だから今見てても悔しいなみたいな、もうちょっと時間があればっていう、あと2時間でもあればね、2時間でもあれば、そしたらもうちょっと緻密に検討してもうちょっといい演出できたのかなと、非常に、まあ、こういう言い訳みたいになっちゃうんでね、いやそれでもね、なかなか言いたくないですけどすごい傑作になってると思いますので、ありがとうございます、はいはい、ということで、欲望の酒場、濡れ匂う色女、皆さんもぜひご覧ください。ステージという現代ですね、はい、でもこのタイトルもなかなかいいですよね。そうですね、濡れ匂う色女、舞妓まさしく濡れ匂う色女に見えます酒場が舞台ですねそうですね、はい、はい、すいません、どうもありがとうございます、